6時半、マハジュンガという町に到着。これからちょっとトゥクトゥクに乗ってホテルちょっと探してもらう。じゃあここがちょっと取った部屋。あのね、ちょっと高かった。一泊がね、4万、まあ、4万ってまあ1000円ちょっとなんだけど、まあ、ちょっとね、あの地方都市でこのレベルだとちょっと高いかなっていう印象で、まあ Wi-Fi もあるしね。あの昨日ね、まあ、夜行バスでここまで来たからほとんど寝てなくてね、ちょっと部屋でちょっと休憩したいんだけれども、その前に朝ごはんでも食べようかなと思って街に出たんだけれども、もうねどこもやってない。日曜日閑散。じゃあなんか街の中心にでっかい教会、そしてその横にはバーバブと見せかけたモリンガ。これ多分モリンガなんだよね、バーバブじゃなくて。ちょっと市場発見、ちょっと見てこよう。なんかご飯も食べれればいいなと。なんかここに市場のど真ん中にホテルとかあるんだよね。まだホテル、ちょっと気になる。今日日曜日だから街はものすごく静かなんだけど、この辺行っただけはめっちゃ騒々しい。お、すごいすごい、いちご、いちごいっぱい。バザリーっていうのは多分バザールのことかな。ご飯とか食べれるんじゃないかなと思っている。どうだろう。で、あ、ここ魚だね、魚。やっぱこう海に面してるとこだから、ここはね、マハジュンガは海に面してる、モザンビク海峡に面してるとこだからね、魚もいっぱいある。お、エビすげえ、おいしそう。エビエビ、うわ、このエビとか結構立派だよ。で、おー、なんかすごい、なんか全然わかんないけどすごい。わあ、すごいすごい。ここは魚市場だね。お、でっか、すげえ。で、向こうが肉、ちょっと肉市場はいいや、臭いからね、ちょっともうパス、素通りしていきましょう。やっぱ肉より魚の方が活気があるね、こっちは。お、予想通り発見、食堂街あった。ちょっとこの辺で飯食ってこよう。コーヒーと揚げパンでいいんだよな。コーヒーと揚げパン、あ、あったあった。朝食、朝食終了。すげえ人力。いや、これはすごいわ。すげえ、頑張れ。この街ね、歩いてるだけで汗だく。あの、ここまで気温の高い街はね、あのマダガスカル来て初めて。スーパーマーケット発見、ちょっと行ってこよう。あ、なんかパン屋もあるし、いいじゃん。ここは結構ホテルに近い。物の見事に誰もいない。もうこんな閑散としてる。まあ日曜の昼ってこともあるのかもしれないけど、結構気持ちがいい。はい、でね、今いるこの町はね、マハジャンガっていうところで、
マダガスカルの中では北西部に位置する、都市で、その一帯ではね一番大きい都市なんだけれども、ここに来た理由っていうのはねいくつかあって、この郊外にちょっと見どころみたいなところがいくつかあって、そこをちょっと見てみたかったっていうのと、あとね、この町の中にもね大きいバーバブがあったりして、結構ねネットとかではねなかなかこの町を訪れてる人ってそんなに見ないんだけども、結構外国のサイトなんかではこの町を結構おすすめしてる人が多くて、そう、それでちょっと気になってた、ちょっと来てみました。でこの町はね海に面していて、モザンビーク海峡に面しているところということもあってね、シーフードが美味しいらしいですね。なので今日ちょっと今晩はそういうシーフードをちょっと食べに行きたいなと思うんだけど、とにかくね暑い、お、港すごいいっぱい船が止まってる。もう岸に打ち上げられてる。なんかすごいなこれ。これは何だろう、潮が満ちてっていう感じなのかな、ちょっとよく分かんないけど。そうね、このマハジュンガっていう町はね夕日もね綺麗だっていう風に聞いてます。はい、なんでちょっと今日夕方またこの辺来てみて、いや気持ちがいい。ね風もねちょうどいい、めっちゃ感じのいいプロムナード。なるほどね、こういうところなんだ。これはなんかこう散歩とかにすごくいいんじゃないかな。こうずっとこうベンチもずっと並んでて、ちょっと歩いてみましょう。ちょっとこう逆光かな。いやでもね気持ちがいいすごく、みんなね涼んでる、やっぱこう風がねあるから。なんか簡単な遊園地もある、多分夜になったらやるんだろうね。目的地発見、わかるかな、あそこにあるバーバブ、うわめっちゃ立派、これはすごいな、ちょっと見に行こう。そうこの街をね象徴しているバーバブがこれ。お、でが、でかいわこれは。わかるかな、これ。このでかさ。じゃーん。これがね、樹齢がね、700年を超える、この町を象徴するバーバブだそうです。なんか一応ね、マダガスカルではあまり触るのはよろしくないと。この木にね触れるのはよろしくないと言われているそうです。いやいやすごいすごいよ、これはやっぱでかさは全然今まで見たバーバブとは全然物が違う。ちょっとぐるっと、すごいすごい、で海、なかなかすごいすごい。これはちょっとまた後で夕方来てみたいね、どう見えるんだろう。あとここはねやっぱマダガスカル人の人が観光によく来るんだね。多分ね僕みたいな外国人はね結構珍しいんだと思う。さっきからね結構声をかけられる、あんまりねマダガスカルはねそんなに外国人に対してガツガツ来ないというか、結構みんな謙虚、遠目からこう眺めるような感じなんだけど、ここは結構声かけられる。ちょっと腹が減ってきた、そうそうちょっと昼ご飯食べましょう。ただねなかなかレストランとかそういう簡単なねホテリーとか、マダガスカルはねホテルとかホテリーっていうのが食堂みたいなところなんだけど、あんまりね
この一帯では見かけない。いやでもしかしね、いいよこの町、気候がねいい、まあ、暑いけど、でも正直ね、アンタナリボとかフィアナランツォとかアンツィラベっていうのは結構もう夕方になると寒くなる。半袖一枚じゃね全然ダメ。でもここは多分もう一日中半袖で大丈夫。それはね結構ありがたい。うん、ただねその分やっぱ蚊が多いから、気をつけないと、マラリアなりデング熱もらっちゃうからね。飯屋発見。じゃーん、今日の昼ご飯めっちゃうまそう、魚のソース。じゃーん、完食、美味しかった。でもちょっと魚が小さかった。いや、お昼ご飯食べた、結構美味しかった。味付けはねすごいトマトソースで美味しかったんだけど、ちょっとね魚が小さかったね。もうちょっとでかいの期待してたんだけど。お、なんかスポーツやってんのかな、人が集まってる。サッカーかな、やっぱスタジアムだね。お、なんかサッカー、やっぱみんなチケットで。マハランジャっていう町はね、マダガスカルで一番こう多様性のある町って言われていて、ご覧のようにね、ムスリムもすごく多いし、アフリカとのコネクションも強くて、ロモコ諸島の人々もこの辺にはすごく多く住んでいて、ムスリムも多いし、インディアン系、インド系の人たちもすごく多い、ということです。まあ、そういうね雰囲気がなんかちょっと開放的な感じを作っているのかもしれませんね。いや、夕暮れ時なんかねいい感じ。この一角はね、街がね5番の目のようにできていて、光の入り方がね結構均等で面白い。夕日綺麗。ね、日が落ちるにつれてね、さっき言った海岸のところにどんどん人が集まってきている。あそこがやっぱりこの辺の憩いの場所になってんだね。もう今ねちょうど夕日に向かって歩いてるんだけど、もうめっちゃ夕日が目にしみる。いやいいね、これやっぱ海岸沿いがね、昼間は本当誰もいなかったんだけど、夕方になるとみんなこの夕日を見に来るんだね。すごい夕日、つーかこんなに人いたのかよ。昼間みんなどこ行ってたんだよ。もうね夕日は沈んじゃいましたけれども、まだ残り日、夕暮れの海岸線こんな感じ。いやめっちゃ平和。